はい、皆さんこんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。さて、今日はアスターネットワークのレンディングプラットフォームスターレイファイナンスの IDO が発表されました。で、その IDO はですね、まあ、買いかどうかズバリ私の考えを発表したいと思います。各社 SNS やってまして、公式 LINE、Telegram、あとは Discord ですね、運営しております。はい、で登録してもらうとですね、今後の人生が大きく明るく変わりますので、5秒でできますので、ぜひ登録お願いします。概要欄の方を見てください。では最初にですね、最近よく話している FX の方の話なんですけども、4月の1日からそうとしまして、取引がバーっとありまして、で、88,687円ということで、前回が12万円ぐらいまで行ったところから、ちょっと減っちゃったかなと思いきやですね、これコピトレのシステムのその結果の反映がうまくいっていない。で、FX 会社の方にですね、今、修正をしてもらってますので、それが終わったら、プラス分がね、反映されてないんですよね。はい。でそれが反映したら、また、戻ります。このアカウントで言えば13万ぐらいなのかな、という形なので、最近のマイナスというのが、実はプラスの方がまだ反映されてないという状態なので、ちょっとね、膨大な数があるんで、それを確認してもらってますので、数というのはそのアカウントの数ですね。はい。があるので、土日も挟んじゃってるんで、ちょっと時間かかると思いますけど、待ってください。はい。では、スターレファイナンスのレイのですね、IDO の話をしたいと思います。こちらが、スターレファイナンスのトップページになってます。はい。で、レンディングをして、で、これらの通貨を預ける、もしくは、借りる。で、預けた場合は、こちらの APY というのがもらえる。この通貨でもらえるということですね。で、借りた場合は、この通貨で払うということです。はい。で、それとは別に、スターレイファイナンスの独自トークンレイが、ボーナスとしてもらえます。それがこのリワード APR と、ここですね。はい。借りてももらえちゃいますと。で、借りるためには、まず貸さないといけない。貸した額のその通貨の担保率によって違うんですけれども、高いもので、80% ですね。ステーブル系と、あとイーサもかな、はい、は 80% の担保率で、借りることができますと。はい、で、貸したり借りたりして、で、その通貨をもらいながら、こちらですね、もらいながら、リワードとして、レイのトークンをもらえると。で、そのレイのトークンはまだローンチしてないんですけども、今度 IDO をすると。でその記事がですね、こちらになります。はい、スターレファイナンスのミディアムの記事です。これはもともと英語だったんですけども、日本語に翻訳をChromeでかけてます。はい。で、この辺は挨拶で、で2種類のトークン販売、2パターン やりますよということですね。はい。で、これが分かりやすいかな。はい。1回目が4月の28日で、アーススワップで行われます。はい。で、価格が 0.15 ドルです。はい。で、総供給の 0.5% が売り出されると。で、買える通貨がこれらということです。で、2回目のセールというのが、スターレイファイナンスのプラットフォームで行われて、で、5% の売り出しで、通貨は USDC のみ。で、5月の6日ということですね。はい。で、価格はこれ決まってない。で、その価格の決定方法がこちらに書いてあるんですけどもね、ちょっと、ややこしい。まずは、ファーストトークンセールの方、こちらの説明をしたいと思います。ファーストトークンセールは、このアーススワップですね。はい。ワンストップディファイと呼ばれている。まあ、基本的にはそのスワップサイトなんですけども、その中にそのファーミングとか IDO とかいろいろあります。で、このレンディングというのは、これスターレイファイナンスと提携しているので、スターレイに飛ぶだけですので、アーススワップがレンディングを提供しているわけではありません。ブリッジもそうですね。はい。別のプロジェクトに飛びます。はい。で、ここの IDO、はい、見てもらうと、はい。IDO のページが行きます。で、過去にはですね、アースワップの独自トークン ARSW というのをセールしました。はい。
で、僕はこれ結構価格がね強気で高かったんで、おすすめしませんという話をこのチャンネルではしました。はい、まあ結構ね額が少なかったんで売り切れたんですけど、まだこれ実際にローンチはしてません。 IDO が終わっただけで、トークンのローンチはしていないんですよ。上場してないんですけども、まあ割れるね可能性というのもなきにしもあらずという価格であったので、まあ、おすすめをしませんでした。はい、でここのね IDO のところにですね、おそらくスターレイの購入ページがですね4月の28日に近くになれば出るという感じです。はい、でそこでこれらの通貨ですね、はい、で購入をするという流れになります。はい、で結論言いますと、このファーストトークンセールはですね、これはもう激推し、推奨、めちゃくちゃいいと思います。はい。その根拠をお話します。この 0.15、はい、という価格が、まあ安いということですね。まあ単純に言って。で、12ヶ月の権利確定期間というのがあって、12ヶ月間かけてですね、まあロックが解除されていくみたいな感じだと思われます。はい。で、まあそういった条件があるにしてもですね、0.15 というのは、安い。で、その根拠なんですけれども、このスターレイのですね、ここを見てもらいたいんですね。はい。こちらを押してもらうと、レイのバランスというの、もうレイはね、要は、ボーナスとしてもらえるんですよ。貸したり、借りたりすればもらえます。はい。で、僕もね、本当に試し、少額で、この動画をね、前回の動画、スターレイの解説の時にちょっとだけ、デポジットして、で、借りてるんで、はい、まあ、ちょっとだけもらえてます。はい。で、それの価格というのが 0.3 ドルで計算されて、このリワード APR っていうのが出されています。はい。ということは、運営としてはですね、この 0.3 ドルっていうのが、まあ、1個のね、基準となっていると考えてるってわけですね。はい。それの半額なんで、その権利確定期間ですね、12ヶ月の確定ではそのロック解除にかかるですね、期間があるにしても、まあ十分参加する価値はあると。はい。ただね、まあ速攻売り切れと思います。はい。アースワップの時は2分とか、アースワップの時よりもちょっと多いんですよ。75万ドル分ぐらいの75万ドル、うん。日本円にすると、75万ドル×今が、129円?高いっすね。はい。まあ、約1億ぐらいですね。1億弱ぐらいの売り出しということ。こちらの方は。はい。で、セカンドトークンセールの方は、その10倍ですね。はい。なので、750万ドル分なんで、約10億円弱。はい。9億6700万円ぐらい。ということですので、まあ、こちらの方は多いと。で、このファーストトークンセールは、まあ、おそらく数分で、完売するでしょう。はい。僕も参加します。本当に買えたらいいなと思いながら参加する形になります。はい。ですので、ファーストトークンセールは、まあ、かなりおすすめですので、ぜひね、チャレンジされたらいいんじゃないかなと思います。はい。ここまでですね、よくわかったよって方はね、ぜひグッドボタンの方を押してお知らせください。はい。では、問題のって言ったらあれですけど、セカンドトークンセールの話をしたいと思います。はい。で、この価格が決まってないと。では、どうやって決めるんだいって話なんですね。はい。この辺かな。あ、これですね。はい。ここから下、このあたりに書いてあります。そうですね。オークション形式になりますと、レイの価格は固定されてないと。で、ルールは次の通りですと。で、48時間の間、この5月の6日からですね。はい。48時間の間、ユーザーは希望する IDO の USDC をロックしますと。はい。あ、で、どこにですね、このページが出るかというと、IDO のページが出るかというと、プラットフォームはスターレイファイナンスなので、おそらく5月6日付近に、まあ、この辺に出るんじゃないかなと思われます。はい。これトップページなんで、はい。トップページの、ま、目立つところに出るでしょう。なので、2回目の方はアースアップではやりませんので、ご注意ください。あ、でね、結論として、この2回目のトークンセールは、かなりね、微妙だと思ってます。はい。なぜならこれね、誰でも買えるような仕組みにしている分、値段が高くなっちゃう。オークション形式ってね、そういう感じなんですよね。
なので、まあ、IDO のその期待値っていうのは、IDO がね、なぜ儲かるかというと、まあ、かなりね、安い価格で、まあ、ここで言うと 0.15 みたいな価格で提供してくれているので、買えれば、まあ、ほぼほぼ儲かるよねと。そんな変なプロジェクトじゃなければ。で、スターレイター、アスターネットワークの中のそのレンディングとして、で、まあ、一番、間違いなく一番ですね。まあ、今後レンディングのプラットフォームは出てくるかもしれませんけども、先行者優位がありますから、はい。ということで、しっかりとしたプロジェクトのトークンがかなり安い価格で買えるから、まあ、しかも買えない人が多数だと、まあ、儲かるということ、そういう構図があるんですよね。はい。これが IDO、IEO が儲かる、要因かな。うん。で、オークション形式の場合は、買いたい人はね、みんな買えちゃうことが多いので、次に買う人がいないから、要は価格がね、それ以上上がらないんですよね、短期では。長期的に見れば、もちろんね、それ、このプロジェクトが成長すれば価格は上がりますけど、短期的に見れば、すぐ値幅を狙えません。はい。で、じゃあルールの話をします。で、結論としては、セカンドの方はかなり微妙で、僕も、まあ、条件付きで参加しようかなと思ってます。で、その条件というのは、今から話します。まずルールの話をします。48時間の間、希望する金額の USDC をロックすると。はい。ユーザーは48時間以内にキャンセルし、USDC を撤回することができます。はい。撤回しなかったら、その希望する金額、例えば、1000ドル分ですね。ロックしたら1000ドル分のレイを買えるということですね。で、価格はその時のその、参加者が多いほどレイの価格が高くなるので、参加者が増えれば増えるほどレイの価格が高くなって、で、まあ、1枚あたりの値段が上がるので、配布量が減ると、購入枚数が減るということですね。はい。で、ユーザーは事前にレイの上限価格を設定でき、上限価格を超えた場合は USDC は返金されますということです。はい。ですので、これが返金になり、まあ、高い価格で買いたくないなと、まあ、これ以上の価格で買いたくないなっていう場合を、その数値を入れたら、もう自動的に戻ってくると。上限を設定せずに、USDC をロックしたユーザーには 5% のボーナス。で、キャンセルする予定がないユーザーには 10% のボーナスが配布されます。はい。ということで、最大で 15% を受け取ることができます。俺はいくらでもいいよと、とりあえずレイが欲しいんだと、欲しいんだいと。で、USDC をそのロックして、じゃあ 1000ドル分ロックして、上限も入れません。キャンセルする予定がない、みたいなのに、おそらくチェックをするのかな。はい。そんな仕様になると思うんですけど。それをしましたら、1150ドル分のレイが買えるということですね。はい。もちろんどっちかだけでもいいです。上限を、どっちかだけでもないな。キャンセルする予定がないということは、もう上限も設定しないということなんで、はい。上限を設定せずに、48時間にキャンセルするっていうパターンもありますよね。おそらく状況を見て、キャンセルしたいという場合は、キャンセルする予定がないという 10% は放棄して、この 5% だけは、狙うということはできますね。はい。じゃあ僕はどうしますかと言ったらですね、まあ、一個その、やっぱ指標となるのが、ここの運営が設定した 0.3 っていうのが指標になると思います。で、上限は入れます。はい。0.3 以下にしようかなと思っています。はい。それで、キャンセルする予定はある。はい。で、上限も設定するので、このボーナス分は狙わないと。はい。で、まあ、0.3 以下で、買えればいいかなという感じなんですけど、おそらく多分買えないんじゃないかなと思います。はい。なので、セカンドトークンセールは微妙と言ってるのは、自分の買いたい価格では、買えないんだろうなという意味で微妙です。はい。で、いくらでも、値段いくらでもいいから、ということであれば買いますよ。はい。ただその後の値上がりは短期では望めないので、おそらく損するでしょう。はい。この買い方は、おすすめはできない。まあ、ただね、長期的に見て、スターレイに期待を持っているんだと。はい。という方であれば、まあ、ありかなっていう感じですね。まあ、ボーナスもつきますし、本当に、長期でスターレイにかけてるという方で、まあ、すぐ受けないよという感じであれば、まあ、いいかなと思うんですけども、それでも、上場してから買ってもね、間に合うと思うんで、まあ、セカンドトークンセールに関して言えば、上限価格を、まあ、結構タイトに設定してやるのがいいんじゃないかなと思います。はい。
で、ファーストの方はもう、特攻で、これ変えればもう激アツだと思いますので、特攻。はい。脳死特攻します。で、セカンドの方は、上限設定して、まあ、0.3 ドル以下。はい。まあ、0.15 に近ければ近い方がいいんですけど、近すぎると、もう、おそらく絶対買えないと思うんで、はい。まあ、その辺は、当日のね、塩梅を見て、という感じになってくるかと思います。0.3 ドル以上で買いは、非推奨です。という感じです。はい。今日は、スターネットワークのレンディングプラットフォーム、スターレファイナンスのですね、IDO の、まあ、ズバリですね、買いかどうかという話をしまして、で、結論、ファーストは買い、セカンドは条件付き参加という形で、僕のですね、考えを話しました。参考になったよという方はね、ぜひグッドボタンを押して応援の方よろしくお願いします。では、いつも最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。